この状態から将来どういう風になりたいとか、ああ、作家としてですか。作家としてでもいいですし、まあ、この形状この形状からでも構わない。ああ、将来どうですかね。まあ将来ですね、追われて蝶みたいになる。あ、まあ、脱皮っていうのは確かに面白いんで、なんかそういう展開はあると思います。このこういう特殊なまた展示が来たら次は脱皮かもしれないですね。だんだんこう形状が変わる、はい、まあ、進化していくっていうか、まあ、結構僕同じ作品をよく使うんですけど、ああいうちょっと色を変えてとかくっつける部分を変えてとか、そういうのを割とするんで、これもこのパターンでちょっとまた進化していくみたいなのはするかもしれないですね。足とつながってます。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。いつまで素敵な笑顔を、ね、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。